皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は脳科学から見る女性のための制約しやすいキャッチコピーの作り方のコツについてお話をしたいと思います。私の方ではですね、ウェブサイトのチェックとか、あのクライアントさんのウェブサイトのチェック、あとはそれに関わる動線の設計、そして実際にお申し込みが入った後の制約のプロセスを営業的に、アドバイスするっていうようなことをやっているんですけど、その中で、まあ、特にキャッチコピーですね、あのこのあたり作るのが苦手っていう方がやはり多いので、まあ、どんなイメージで作っていったらいいのかっていうことをお話をしたいと思います。あの具体的なその言葉を分割して作る作り方っていう方の話ではなく、人っていうのはどういう言葉にどう反応して、じゃあそれをどういうふうにこちら側が見せていったらいいのかっていう、まあ、そういったお話を中心に今日はしていきたいというふうに思ってます。で、参考になる本がですね、まあ、こちらの本、あの私結構気に入ってる本なんですけれども、こちらの本ですね、脳科学マーケティング100の心理技術ということで、ダイレクト出版さんの方で出されている本なんですが、営業とか、要はお客様の、気持ちですね、それをまあ先読みして提案をしていくっていう仕事をするとですね、まあ、結果として顧客心理とかっていうのは、騙すとか騙さないとか駆け引きとかっていう意味ではなくてですね、あの一般的に人が考えるそういうふうに見てしまうっていう、基本の原則の心理っていうのがあって、それを分かって提案するかしないかっていうことで制約率が変わるケースが多いんですね。だから、まあ、必然的にうまくいかせようと思うと心理学に近いようなことを学んでしまうケースが多いし、あとは無意識的にやっていたことを、まあ、こういった本とかによって、あ、自分がやってたことは実はそういう原則にのっとってできちゃってたことなんだねっていうのを後で気づく場合とかも結構あるんですね。まあ、ここの本の帯のタイトルにも書いてありますけどね、知らない間に買っている欲しいが生まれるメカニズムとか書いてありますけれども、まあ、大手企業とかは、まあ、そういったことを専門で考えるマーケターの人がいますので、私たち消費者ですね、特に大手企業とか CM とかに、そういった効果が入っているので、無意識的に買ってしまっているとか、無意識的に、売り込まれたっていう気持ちもなくスルッと買っているって、まあ、そういったあのことを大手の場合特によくできてるんですね。あのよく売れる商品の場合はですね、なので、それそのものを全く一緒に、やっていくっていうのは無理だとしてもですね、エッセンスとかは取り入れていくことができるので、今日はこの本の中からですね、まあ、5つほどピックアップしてキャッチコピーを作るときに便利かなと思う、まあ、顧客心理の話をちょっとしていきたいなというふうに思っています。で、この本をですね、そのまんま伝えてしまうと何ら私のエッセンスとか体験が入ってこないことになるので、教室の先生と話してる時に、こういう話があるよねっていうのを置き換えた内容とか、まあ、そんなこともですね、実際にお話をしていきたいと思います。まず一つ目ですね、お客様の意表をつく言葉を使うっていうのがまず一つ目です。ですね、人っていうのはですね、まあ、海馬っていう脳の小さな部位がありまして、そちらのことはあることを引き金に自動的に一連の事象を思い出して、それによって次に起こる事象を予測しているということが判明したっていうのが書かれているんですね。ということは、こういう聞くとこういう言葉が次に続くよねっていうことを、まあ、予測しながら文章を読んだりとかキャッチコピーを見てしまっているケースが多いんですね、一般の方は。だから話をこうやって聞いている状態でも、次に私が何を言うんだろうみたいなことを予測しながら通常人は聞いている。だからいくつかの候補を考えながら聞いているっていうことなんですね。だからまあ口にするっていうことと、まあ、考えるっていうことがあるんですけれども、その中で一連のこう予測つく言葉を思っている
という状態があるとですね、予測を裏切るような言葉が来た時に人ははっと驚くっていうか、目に留まるというか、心に留めるというか、一瞬こう止まるっていうことになるので、それは一体とか、なんでとかっていう、驚かせる予測がつかない言葉とかが、結構意外性のある組み合わせとかですね、そういったものが実際的には意表をつくっていうことになるんですね。裏切られる、反応っていうと、そうですね、例えば私が、いろんなキャッシュコピーとかよく作るんですけれども、昔ですね、自分のパン教室を、スカイプっていう、今はズームっていうのを使ってますけど、当時はスカイプっていうものを使ってパンを教えてたことがあったんですね。モニターさんとかを募ってですね。で、それを本当のコース化にしなくって、モニターで終わらせたのは、スカイプの環境が人によって違う、特にお客様の方によって違うと落ちちゃうんですよね。それでご本人がいなくなってしまうとですね、そのまんま発行が続いてしまったりとか、私の方がどんどん先に進んでしまうのに、追いついていくのをデモンストレーションで見せる記事と同じ速度で進んでいかないっていうのが分かったので、そのスカイプでパンを教えるっていうのは、当時もう8年くらい前になるのかな、新しいことをするのが好きなんで、やってたんですけど、で、そういう事情と状況をですね、電脳パン教室っていうふうにして、私ブログとか書いたことがあったんですね。電脳っていうのと、こうアナログな、実際に作っていくパン教室ってくっつきそうもない感じじゃないですか。だから、そういった意外性の組み合わせをやると、ブログの読者がですね、電脳パン教室みたいな、なんなんっていうので、私その下に、いや、スカイプでこういうのをやってみてっていうのを実は考えてたんですけどっていう話をその下に書くんですけれども、そうすると皆さんが、えっていう、意外みたいな、でも言ってることは分かる、言葉が面白いとかっていうのはよく言われたことがあります。だからパン教室の手前にくっつくその形容詞が電脳っていう言葉っていうのは、要はネット上で教えるから私は電脳っていう言葉を使ったんですけれども、それが意外性っていうもので、逆に耳に残ったりとか、するようなイメージとかがあったようです。ですから、予測がつかない言葉を使うと、その時にあれっていうことで脳が裏切られた感じになるので、一瞬それがまた止まる形になるし、その止まったところで次に続く言葉とかが、また印象に残ったりとかするので、そういう使い方をする時に、キャッチコピーとか使ったりとかしますね。今では割と歌われてるの普通になっちゃったんですけれども、私が以前習ったことがある、お菓子とかお料理とかを教える、とても素敵な先生で、茨城久美子先生って方いらっしゃるんですけど、茨城先生が書いたというか、出版されている著書の中にですね、太らないお菓子っていう、そういうタイトルの、レシピ著書があるんですけれどもね、その太らないシリーズはだから人気だったわけですよ。太らないお菓子とか、太らないパンとかね、当時そういう形でタイトルにしてたレシピ本がなかったので、すごく当時はね、インパクトあったはずです。なぜならばお菓子は食べると太るものっていう既成概念が世の中に蔓延してる時に、太らないお菓子といえば、ノンオイルの、お菓子を、作っていくというか、ノンオイル、ノンバターか、パンとかお菓子とかのそのシリーズとかを、歌っているものだったんですけれども、そちらがやっぱ世の中的には意外だったので、すごく流行ったっていうことがあるので、意外性のある言葉を使うっていうのも、キャッチコピーを作ったりとかする時の一つの大きなポイントになります。で、2つ目ですね、イメージしやすい名前をつけるということですね。ネーミングということになるんですけれども、ネーミングとかはやっぱりとてもとても大事で、その、それってそういう商品だよねっていうものが、イメージすることができるっていうのは非常に大事なんですよね。例えばですね、そうですね、シャワージェルっていう、言葉なんですけれどもね、
例えば昔はですね、シャワージェルって何て言ってたかとかってご存知でしょうか？私もこの本読むまではね、何て言ってたんだろうとか思ったんですけど、ですね、液体石鹸って言ってたらしいんですよ。で、それをシャワージェルっていう言葉に変えるとブランドイメージが一気に上がるので、そのネガティブなイメージを払拭した、なんかちょっとおしゃれな、若い女性とかもなんか使っても、なんかバスタイムが楽しくなりそうな、そういうイメージがある、言葉の響きに変わるので、品名とかですね、あとは自分の例えば講座とかコースとかを作ったとしても、そちらの方がこうイメージがアップするような言葉を作っていくっていうのは、実はネーミングっていうのもすごく大事でですね、シャワージェルっていうのが一つのいい例なんですけど、商品が全く同じでも見る印象を変えるために名前を変えるっていうのは、とても有効な話なんですね。ですから例えば、そうだな、レッスンとかでですね、特にコースとかのレッスンがあった時に、パンブレッドライセンスコース初級中級上級って、分かりやすいんですけどもね、それだとですね、こう心がときめかないんですよね。その教室の中で、その初級はじゃあ一体どういう位置づけで、どういうものが習えてっていうことが分かるような、分かりやすいネーミングだと、読む人が「え、どんなコースだろう」とかね、思ったりとかする、そういった効果とかがありますので。ネーミングがこう今一つ平凡でっていうか、普通のネーミングだった時にはネーミングを変えるだけで、もし余白が入ったりすることもあるんですよね。その内容が要は伝わりにくかったっていうのが多分原因の一個だったと思うんですけれども、結構ですね、ネーミングいじってるとそれで新しい付加価値が入って、新商品になっちゃったりとかっていう場合もありますのでね。顧客に伝わりにくいかな、伝わってないかなって思う時には、そもそも商品のパッケージの名前変えるとかですね、あとはご自身のブランディングっていうことでも、私いろんな先生の、いろんな教室の名前のサブタイトルとかですね、あとはご本人の肩書きのサブタイトル的なものとか、作ることとかもあるんですけど、例えば、私のクライアントさんで、お菓子教室の先生がいらっしゃるんですけれども、その方のいろいろどういうレシピが作るのが得意なのかっていうことで、コルドンブルーをね、出ている方で、ヒスナズタっていうところの大下さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、彼女はコルドンブルーを卒業していて、コルドンブルーといえばお菓子業界の方でご存知の方はご存知と思うんですけど、いわゆるこう複雑な工程とか、いろんな、実際に高価な材料を使ったりとか、フランスのその本場のお菓子を教えるから難しいような内容とかも当然ある、美味しいんですけれどもね。で、そのコルドンブルーのレシピを彼女なりにその味に近づけるんだけれども、工程は限りなくシンプルにして、例えば型とかもですね、家にあるボール紙とかをなんか上手に使って、お菓子の方型買うとすごい高いですしね、かさばるし場所も取るからみたいなのがあるんですけど、そういったこう薬品とかのあれを使いながらとか上手にやっていくみたいなことで、レシピを複雑にしないで、簡単なんだけど美味しいレシピにするっていう、レシピ変換をした状態で教えているっていうのをインタビューした時に分かったんですね。そして私が彼女のその教室の副題、サブタイトルで付けた名前が、引き算レシピのお菓子教室ひつなずだということで、引き算レシピっていう、引き算で作っていくけどでも美味しいみたいな、そんなことを名前として付けさせていただいたんですね。ですから、そうすると、え、どんなレシピとなるから、引き算レシピはこういうレシピですっていう説明がその後に来れば、印象をとても残した状態でそれを聞いてってくれるっていうことになりますので。で、引き算レシピという言葉も一つ、キャッチコピーっていう観点から考えるとですね、目を引くようなものになったりとかするっていう点があります。で、3つ目ですね、ストーリー仕立てのコピーを作るっていうことですね。広告と言ってもいいんですけれども、要はストーリーって人ってすごく共感するし、やっぱり読んでしまうんですよね。
マーケティングとかやってる方とかはもう非常に有名な話で知っている内容であるんですけど、こう出だしですね、その文章というか、これから伝えようとすることの、まあ、出だしの文章で、こういったコピーライティングがあります。1つ目、私がピアノの前に座るとみんなが笑ったとかね、まあ、これピアノコピーって呼ばれている、あの伝説のコピーライターのジョン・ケーブルズが、あの音楽の通信講座のために書いたものなんですけれどもね、まあ、これが一つ有名なものです。で、次のものが、2つ目ですね。25年前のうららかな晩春の午後、2人の青年がある大学を卒業した。互いによく似た2人だった。2人とも成績は中の上っていう、まあ、これも結構有名なコピーの出だしなんですけれども、マーチン・コンロイっていう人が書いたもので、まあ、これがその2人がどこが分岐点になって道が変わっていったかみたいなこととかも書いてあるようなものなんですけれども、まあ、両方とも普及の名作と言われている、まあ、コピーなんですね。まあ、最初の方のピアノコピーって言われていて、まあ、要はピアノでみんながね笑ったけれども、実はそこでうまく弾くみたいなね、そういうような話が入ってくるようなコピーライターなんですけどね、まあ、これはストーリーとして、まあ、紹介されている、その何を買ってください、これがこんなに特徴的ですっていうものではない書き方で、非常に反響を呼んだコピーライティングなんです。で、人間の脳っていうのはですね、もともと話を聞くのが好きで、でそれが初期人類が他の動物よりも圧倒的に優れた点だったっていうことが、まあ、実際に分かっているので、人間の場合ですね、体験した、ことを別の人に話して聞かせて、聞いた人はその事柄から自らが体験したように想像することができるっていうことなんですね。ですから語り手も話しても、まあ、その一種のこうニューロン状態っていう状態に入っていくんですけれどもね、そうするとこう脳が活性化するような状態になっていくんです。ですから、私もそうですね、皆さんの添削をする時のプロフィール、ここはですね、どこどこ卒業、製菓学校卒業、その後何とかに就職、何をして何年に教室を立ち上げるとか、そういうプロフィールで書いてくださいっていうのはお願いしないんですよね。それは読み手にとって特に何の感情も引き起こさないものだからです。やはり人っていうのはストーリーを読むのが好きな動物なので、まあ、無理に波乱万丈である必要はないんですけど、やっぱちょっとアップダウンがあるような話の人生をもし辿った上であなたが教室を作っているのであれば、その内容も含めた状態で書いていくと、あ、こういう先生なんだ、だったら習いたいとか、そういう感情を引き起こす、呼び起こすことになるので、自分の生い立ち、語りたくないことは別に語らなくていいんですけれども、なぜその教室を、なぜその講座を持って人に教えたいと思ったのかっていう、このあたりをですね、明確に語ると、人柄も伝わるので、コースそのものがいいということはもちろん大前提である、コースとかレッスンの内容がですねいいというのは大前提であるんですけれども、それを、結果としてどんな人に習えるのかっていうところのポイントになるのが、まあ、プロフィールだったりするので、これもやはりストーリーとして語っていく方が、脳が喜ぶということで、まあ、それを読んでるお客様が信頼を増して、いいな、この先生のとこ行きたいなっていうふうに思うということになったりとかします。はい。で、4つ目ですね。まあ、これは普段からよく言ってますけど、お客様の声を掲載、たくさんたくさん掲載するということです。人の体験談っていうのは強力な販売力を持つとても大事なツールなんですけれども、これがですね、やっぱ自分でこう語るよりもですね、そのいろんな人に語られてるっていうことから、その事実が正しいものかどうなのかっていうことを推測したりとかすることがあるんですね。だから信用に値する、まあ、人がそれを実体験を語りっていうことで、その商品の信頼性を増すっていうことになるので、まあ、一番だからそのサービスを受けた方たちの体験談っていうのは、
その売り手が自分の自己都合で伝えるよりもよほど分かりやすく伝わるっていう効果、効能があるのでですね、やはりお客様の声はどんどん掲載した方がいいですね。ただここでダメなのがですね、やはり嘘とかやらせっていうのは基本載せてはいけないっていうことで、見る人はその書いてある文章が本当かどうかって透けて見えて分かるので、そのお客様の声っていうのはその出てるその人の声そのものだから、きれいに添削して直しちゃダメなんです。その方の声をそのまんま掲載することになるんで、そうだな、文法が若干間違ってても伝わるのであればそのまま掲載するっていうことです。手をこちらで入れないっていうことですね。で、あとお客様の声っていうのはこちらでだから要約して簡潔にする必要はなくって、そのまんまですね、載せていくっていうことになります。で、さらにもっとできるのであれば、お写真とかいただける。まあこれ人間関係ができてるかできてないかなんですけど、お写真があって、もちろん本名とか載ってればなおよしだし、私の生徒さんとかはマーケティングの方針の中で動画を撮っていってくださいっていうのを皆さんに言ってるので、割と動画でお願いしても皆さん動画で撮ってくれるので、そういう意味では私の場合にはサービス紹介する上では非常に楽なんですけれども、そういったこう第三者の声ですね、やらせではなく、真実の心、そのまま思っていることを伝えていただいたのを全文で載せるっていう、これも一つ大きなポイントになってきます。で、5つ目ですね。言いたいことは簡潔に伝えるっていうことで、まあよくことわざでですね、百聞は一見にしかずみたいなことあるじゃないですか。だから映像ね、なら一発で伝わるよみたいなことを文章いっぱい読むよりもいいよっていうことを表したものなんですけど、百聞は一見にしかずっていうことで、そういった短い分かりやすいものがメインコピーにあって、まあサブコピーでちょっとこう説明するようなものとかがついてきたりとかしても構わないんですけれども、自分がその言いたいことないしはキャッチなものとか、そういったものは短い方がやっぱり伝わりますよね。さっき私がお伝えした、ヒスナズタの大下さんの教室のキャッチコピーは「悲喜山レシピ」という内容になってますし、あと私の、コンサルティングの、特徴として3文字ですね、「非常識」という言葉を使っていますので、それに常識を超えるっていうことにすると、いろいろな、ね、既成概念外した提案とかアイデアとかを使っていけるっていう、とても便利な言葉で、造語ですけどね、飛ぶ常識と書きますから。なので、これを、キャッチコピーとして私もずっと使っていってるので、言いたいことをですね、簡潔に伝えるとか、分かりやすく伝える時の、コピーっていうのは、まず短いこうインパクトのあるものがあって、でさらに読んでってくれる人のためにはストーリーを語っていくっていう、そういう順番がですね、割といいかなっていう感じですね。はい。ですので、例えば、映画の部分でですね、文字だけのコマーシャルが莫大な制作費をかけた他の CM をしのいだっていう、そういう CM を作った会社さんとかがあってですね、莫大な制作費かかるじゃないですか、いろんな人が出演してロケとかやったら。でもシンプルな文字だけのコマーシャルがそれよりも広告宣伝効果が高かったっていう、内容があるように、ストーリーとかを語ったりとかするとですね、文字はそういったこう壮大にこういろんな演出をした映像よりも強いという場合とかがありますので。分かりやすく簡潔に伝えるということですね。こちらも一つ覚えておいてほしいなという内容になります。今私がお伝えしているのはポイントをいろいろ細かく説明をしているので長くはなってますけれども、実際にはウェブサイトないしは申し込みを促すサイトページに関しては短く簡潔に伝えるストーリーがまずポンあって、その下に興味を引くようなリード文と呼ばれる内容が続いて、さらにその下に詳細が続くっていう、そういう段階的な作り方をしていくといいので、
あまりこう説明的な文章が先に長くダーッと入ってっていうとですね、女性の、文章の書き方に非常に多いんですけど、で結論はどこに書いてあるんだっていうのがね、分からなくなっている文章が結構多いので、簡潔に分かりやすく上の方に結論が書いてあったりする方が、実際に、読むお客様にとって印象に残りやすいっていうポイントとかがあります。はい、ということでですね、今日は5つのコツですね、脳科学から見る、女性のための制約しやすいキャッチコピー作り方のコツ5つをお伝えしました。キャッチコピーっていうのは、ものすごくインパクトがあって、しかも制約率にとても寄与する大事な項目なので、すごくすごく考えて、時間を使って考えても元が取れるぐらい大事な作業の一個になりますので、そんなつもりで、ちょっと作ってみてもらえればなというふうに思いますので、やってみてください。それでは。